ここからは大須価格調査隊です。今日は生鮮食品館佐野屋で三輪さんにお話聞いていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。餌代や配送代の高騰、さらに鳥インフルエンザの影響も重なって、今年に入って価格が高騰していた卵、ここに来てようやく少しずつ下がってきました。それがこちらです。7月11日から4週間の価格の推移を表示しています。まず仕入れ価格、少しずつ毎週下がって、この4週間で合計25円下がりました。でその次、佐野屋での店頭価格です。こちらはこの4週間で、まあ、企業努力もあって36円合計で下がっています。ここに来てようやく下がってきましたけれども、これは今卵が豊富に取れているということですか？そうですね、サイズも量もだいぶ豊富にはできて、例年並みぐらいに戻ってますね。なるほど。これって需要も減っているものですから、ちょっと下がったというところですね。ただ例年この時期店頭価格は160円前後ということですので、まだそこに比べると高いんですね。それはまあ餌代配送代がまだ高いからということだそうですが、まだまだこの先下がる可能性もあると三輪さんは見ていますよね。そうです、ですね、そうですね、ちょっと今そこねと言われてますけども、業界ではこれがベースになるのではないかなというふうですけども、私の見解ですけども、まだまだ下がると思いますね。じゃあもう少しお買い求め安くなる可能性もあるということですかね。はい、以上価格調査隊でした。